タデウシュ・コタルビンスキは、ポーランドの哲学者、論理学者、倫理学者、ルブフ・アルシャワ学派の創始者、カジミエ・シュドバルドフスキの弟子の一人であり、その中でも最も影響力のある人物の一人、ポーランド人文学アカデミー、ポーランド科学アカデミーのメンバー、持物主義という哲学的立場と、インディペンデントエシックスという倫理学体系を発展させた。 また、プラクシオロジーの発展についても、特筆すべき貢献をした。教え子に、アルフレト・タルスキー、PL、ヘンリック・グリーン・エーフスキー、PL、カッジョ・ミルジュ・パッセン・キクスがいる。タデウシュ・コタルビンスキーは、1886年3月31日に、ワルシャワの芸術家一家に生まれる。父・ミオシュ・コダル・ビンスキーは、画家兼作曲家、母・エヴァデドーモ・コスカウスカはピアニスト。 おじのヨゼフ・コタルビンスキーは、ポーランド演劇界の重人、別のおじビルヘルム・コタルビンスキーも著名な画家である。1905年に、ストライキに参加した結果、中等学校を除籍され、コタルビンスキーは、義務教育の卒業が2年遅れる。最初クラクフのヤギエを大学で未登録学生として、学ぶ。数学と物理学に最も惹かれたという。その後、 ルブフ大学とダルムシュタット大学で建築を学び、最終的にルブフ大学で哲学と文献学を収める。彼は当時最高とされていた数学者と哲学者から教えを受けており、その中には前述のカジミエシュトワルドフスキやヤン・ウカシェビチ、ボアディスラブ・ウィットウィキ、スタニスワ・フレシニエフスキがいた。コタルビンスキーの博士論文はスペンサーとミルの倫理学における 功利主義である。卒業後、ワルシャワの霊中等学校で古典を教えた。1918年ワルシャワ大学で哲学教師としての人生を歩み出す。1929から1930年には人文学部の学部長となる。自物主義は反物体論物体に由来する的な存在論のことであり、コタルビンスキが主張、知識の理論の要素、 形式論理学と諸学問の方法論の中で詳しく展開した意味論と同等のものである。自物主義はラテン語のレスから取られている。コタルビンスキーによれば自身が独立に到達したものではあるが、フランツ・ブレンターノは自物主義の先駆的な存在としている。ただし、ブレンターノの自物に関する捉え方とコタルビンスキーの捉え方よりも広いという指摘がある。 コタルビンスキの存在論的自物主義アプローチでは、ただ自物だけが存在し、ただ使用された存在論的カテゴリーが個別的で具体的な対象であるという仮定をとる。つまりに、普遍者や事態、属性、関係、集合、クラス、心的な構成物などといった存在を許容する立場とは対照的なものである。コタルビンスキは、有う意味な文は、 抽象的対象の名前、または非神聖の名前とは、対象的に、いわゆる神聖の名前を含まなければならないと主張した。彼はまた、オノマトイドを空名から区別した。コタルウィンスキの考えでは、空名は、自物的である。オノマトイドのみを用いた文は、無意味であり、空名を用いた文は、有意味である。コタルウィンスキより、以前からブレンターノと彼の弟子など、 それまで有名論者や有物論者によって、自物主義は主張されてきたが、コタルビンスキによって完全な形で発展させられ、体系化され、定義された。コタルビンスキは、具体主義コンクリーティズムの発展の初段階を発表した。この論文において、コタルビンスキは、初期の有名論や具体主義から、自分の理論がどのように構成され、発展してきたのかを、 7段階の聖地化を経て、最終的に、反物体論的存在論に到達したことについて、論じた。コタルビンスキーによれば、自物主義、反物体論的存在論、具体主義という用語を、自分の著作において、多少の違いがあるものの同様のものとして使っていると、している。ありがとうございます。